雲を見たいですか？どんな鳥の声を聞きたいですか？どんなせせらぎに足を浸したいですか？どんな本を読み、どんな日記を書きますか？夏休みの子どもたちへの問いかけではありません。素敵な夏を過ごしたい大人たちへの問いかけでもあるのです。薬師丸ひろ子ハートデリバリー。おはようございます。薬師丸ひろ子です。日曜の朝のこの時間、私のおしゃべりやちょっといい話、そして音楽でデザインするひととき、日本放送薬師丸ひろ子ハートデリバリー。どんな仕事にも使命というものがあります。今日は時計職人の使命というお話です。石川県金沢市の工房匠アダは、古い時計の修理修復を専門とする珍しい店です。時計師の井上悦郎さんがこの工房を開いたのは2002年。井上さんの手によって修理されるのを待つ古時計たちがぐるりと周りを取り囲んでいます。江戸時代に作られた様々な和時計、明治大正時代の柱時計、1800年代に作られた西洋の貴重なアンティーク時計もあります。チクタク、カチカチ、コツコツと工房はとても賑やかですが、精魂を込めていると周りの音は聞こえませんと語る井上さん。その胸にはどんな時計でも必ず蘇らせてやるという信念が根付いています。古時計と向き合うと時計が語りかけてくるんだよね。お前に俺を直せるのかってね。丁寧に分解して動いていない原因を見つけて修理する。壊れたりなくなっているパーツがあればそれを自分で作ってしまう。ケースの装飾は木工の技術を生かして元通りにする。趣味から始めた井上さんの木工の技術は一流の域まで達していて、バイオリンや仏像まで作ったことがあります。復元のために必要な資料や材料は世界中から探し求める。100年前に動いていたものが再び動き出す。それが時計にとって幸せなことなんですよ。そう言って井上さんは優しい眼差しを時計に注ぎます。金沢市の時計店に生まれた井上悦郎さんは幼い頃から時計に親しみ、中学生で目覚まし時計の修理を手伝ったといいます。昭和50年に金沢市立工業高等学校精密機械科を卒業後、東京の時計店で販売を学んで4年後に金沢に戻り家業を継ぎました。骨董品店から古時計の修理を数多く請け負っているうちに、その魅力に取りつかれたといいます。別な言い方をすれば、電子化されたクォーツ時計には何の魅力も感じなくなってしまったのです。時計はカチカチと1秒ずつ人の思いや歴史を刻みます。その1秒ずつの積み重ねが人の一生になるんです。先人たちが精魂込めて作った技術、私たち職人にはそれを継承していく使命があると思うんです。こうしてよみがえった時計はこれまでに600台余り。
今日も井上さんのもとには全国から感謝の声が届いています。